こんにちは、Rです。スプラトゥーン噂調査団団長のRです。今回はですね、変わった人からお便りが届きましたね。その人の投稿を採用しました。ちょっと見てみましょう。こちらですね。じゃじゃん。ゲーム&ギター好きの日々の記録さん。ガンガゼ野外音楽堂にメタリカのロゴみたいなのがあります。調査してくださいということでしたね。ガンガゼ野外音楽堂にメタリカのロゴみたいなものがあります。なるほど。わかる人にはわかる。このネタ、メタリカっていうのがね、メタルバンドですね。メタルバンドなんですけれども、そのバンドのロゴっていうのが結構特徴的なんですね。これまた画像を入れようと思うんですけども、それに似たものが、似たマークがガンガゼにあったので調査してくださいとのことですね。 OK、 行ってみましょう。よし、ガンガゼにメタリカのロゴがある。行ってみましょう。はい、来ました。これね、もう場所も知ってるんですよね。なぜかどこだったっけ。ほら、あそこ見えるかな。スコープ担いでくるか。一旦変えます。これですね、これ。これがですね、こっちにある、これの方が見やすいかな。メタリカっていうバンドのロゴにそっくりなんですよ。ちなみに、ちょっと出してみましょうか。これがバンドのロゴですね。ほーら。ね、多分、意識してると思います。制作、スタッフさんがね。メタリカを意識して、こういうね、のを書いてると思うんですが、ね、他にもこう、あるじゃないですか、垂れ幕というか、あそこにバンド名らしきものが書いてあるんで、もしかしたら元ネタがあるのかもしれないですね。ちょっと私じゃねえ、ゲーム&ギター好きの日々のヒロ君さんが気づいたのは、これがメタリカね、じゃないかなという、これ、あ、今気づいた。これ ACDC っていうね、これもバンドがいるんですけれども、ACDC じゃん、絶対。これ、ね、ACDC、ちなみに、こんな感じです。そっくり。中の電気のビリビリとか。ほら、そっくり。じゃあ他にも、ありそうだな。はい。なるほど。これはいい感じのネタですね。メタリカと ACDC と、これ。あとなんだろうなぁ。わかんねえなぁ。まあ音楽堂なんでね、音楽にまつわるネタが散りばめられているのかなと思います。じゃあ、調査完了ということで帰りましょう。はい、帰ってきました。というわけでね、調査した結果、確かにメタリカみたいなロゴがありましたね。しかも ACDC みたいなロゴも新たに発見しましたんで、新たなネタが2つ撮れた動画ということでしたね。まあ残念ながらゲーム&ギター好きの日々の記録さん、スプラトゥーン噂調査団には油断できません。残念。なんでかは知りません。まあわかるかな。という茶番でした。今回はわからないという人はコメントでなんで入れないのか聞いてください。よし、じゃあ今回はこれで終わります。じゃあねー、バイバイ。